もう一つ同じ52度なんですけれども、一般的にこうショット、まあ、30ヤードとか40ヤードぐらいのこのショットのに近い感じのアプローチもあります。この場合はボールを真ん中よりちょっと左目に置いてスイングして52度で、ピンの手前のところで対応するということも考えられます。サンドウェッジでボールを上げるという方法もあるんですけども、ヘッドスピードがない私なんかだと、この芝の抵抗に逆に頑張ろうとしすぎてソールでの抵抗が大きすぎてうまくいかない場合があるので、52度で今のようなアプローチをすることをお勧めします。